いやあ、刹那圭介だよ。今回は新しいフリーゲームの実況をやっていきたいと思います。この心の心っていうゲームですね。見た通りフリーゲーム。で、まあ、どんなゲームかって言ったら、この心っていうのは、まあ主人公の名前みたいで、その心っていうのが、誰のか忘れたけど、心の中に入って冒険する的な話らしい。まあ、ざっと言ったらそんな感じですね。で、このゲームは RPG なんですよ。戦闘もちゃんとあって。まあ俺は RPG そんなに得意じゃないっていうか好きじゃないんで、あんま得意じゃないよね。なんでもう戦闘ありのはなおさら。なんで俺が珍しくっていうか久しぶりに RPG のゲームを実況するわけです。このゲームはなんか世界観がすっごい興味深かったんですよ。それの説明はしていくんですけど、戦闘の、なんつうか、ノウハウがちょっと、他のやつとはちょっと違うみたいで。というわけで、まあ、やっていきますか。誰だ、これ。ここをこうして、ああして、よし、これで完成かな。シリザさん。下にいるんですか？多分これが主人公の心っていう子なんだろうな。で、シリサさんね。お、心ったらいいとこに来たな。やっぱ心っていう名前なんやな、あの、この男の子。こっちにいるよ。入っておいで。研究室みたいな感じなんやな。なんかこれピストン動きよも。まったく、シリサさんったら、今日もこんなところに閉じこもって。なんで私が毎日こんな引きこもりのお世話をしないといけないんですか。私があって男の子だったんじゃないんやな。女の子なんこれ。心って。心くんじゃなくて心ちゃんなんかな。そこまで知らんかったわ。まあまあ、そんなこと言わないでよ。今日も私の心は可愛いわね。こりゃ男が放っておかないわ。うっせえって感じだ。私のとか気持ち悪いことを言わないでください。あなたのものになった覚えは一切ないんですが。あらあら、そんな釣れないこと言わないでよ。今日も心はクールでビューティーだね。どこまでクールか研究してみたいところだよ。さらっとくどいとるよこれ。ゆりじゃん。相変わらずこの研究オタクは。それよりもその機械ですけど、また怪しげな装置でも作ったんですか？使い終わったら片付けるのはいつも私ってちゃんと分かってるんですか？まったく。いやーん、心くん、よくぞ聞いてくれました。これは私が新しく作った装置でね。なんと人の心の中を読み取って体験させてくれるすっごい機械なのだよ。ちょっと噛んだけど。読み取って体験させてくれるんか。入るとはまた違うんじゃ。ちょっと俺勘違いかな、これは。はあ、心の中をね。私も研究者の端くれとして、人の心というものを研究し始めて、10年。この人何歳やねん。ついに、心の中という未知の領域をこの目で見ることに成功したのだよ。そりゃすごいな。はあ、そうですか。っていうか、10年って、まだ2年目くらいですよね。いや、すっごい持ったな。そりゃ見た目からして若いと思った。しかも、その前は、不老不死の研究とかしてたって前に言ってませんでしたっけ？もうなんかすっごいな、この人。やっちゃうかんような研究まで手出しとる感じがする。不老不死の研究はね、飽きちゃったの。飽きちゃったので、ポイするもんなんか、これ。動物の不老までは生きたんだけどね。生きたんじゃ。人間に応用するときに、なんだか冷めちゃったというか、できなかったとか、やりたくなくなってきたって感じなんや。なんだこの人。人間が他人に美を感じるのって、一瞬の美と変化があるからだと思うんだよね。ほら、よく言うじゃん。桜は散るからこそ美しいってさ。そういうのを考え始めたら不老不死って考え自体がダサいなーって。
自分の研究をそういう考えの違いから切り捨てるんじゃ。んで、今度は目に見えない心の研究ってわけ。動物の苦労を可能にさせただけでもすごい成果だと思うんですけどね。本当やで。ノーベル賞ものだと思うな。まあ、このあたりがマッドサイエンティストたるゆえんですが。まあ、話を戻してこの装置なわけですよ。今まで私も心に関する研究をしてきたわけですが、今回は今までの研究とは格が違うよ。ここの読み取りや具現化の装置も十分すごいレベルだったとは思うんですけど、その通りやで。っていうか、なんで草葉の陰で過去の科学者たちが泣いてますよ。私は過去を振り返らない。ただ未来を見るだけ。おお、パチパチパチ。絶対これカッコ棒ってあるわ。さて、それじゃあこの装置の説明に入ろうかね。早よ終わらせてくれ。この枠もうなんか話だけで終わりそうになるで。これは他人の心を読み取ってその中を実際に見て回れる装置の、早い話が心という世界そのものの具現化ね。人は心や魂という存在を信じつつも、目に見えないそれらはどこかで疑いを持っている。ならばその心の中を実際に見て回ったら、それを信じざるを得ないと思わない？考え方はわかりますが、まあ私は今までの発明品を見るに信じざるを得ませんけどね。そんな発明ポンポンとやっていたんだよこの人。なんか天才とバカは紙一重だったっけ？そんな言葉があるよね。そういうタイプなんかな。というわけで早速試運転よ。目に見えぬ心の世界よ。そして栄光ある未来への第一歩よ。で、誰の心の中を見るのですか？普通の人なら自分の心の中を見られるだなんてとても耐えられないと思うのですが。やーん、そんなの決まってるじゃないの。ねえ、私の心ちゃんや。ちゃんやってなんだ、やってなんだ。まあこうなることは、ほら、心ちゃんやってそう言ってる。そんな予感しかしませんでしたよ。っていうか別に私じゃなくてもシーサさんの心の中でいいんじゃないですか？ああ、無理。自分の心の中とか多分面白くない。そんな理由かよ。きっと研究資料と膨大な数字で埋まってるわよ。それに聞き換え、心のは気になるな。私とは違って純粋無垢なんだろうな。はいはい、もうわかりましたよ。どうせそうなるだろうと思ってましたし。とりあえずどうすればいいんですか？早いとこ済ませてくださいね。やーん、さすが私の心ちゃん。とりあえずはね、そこの装置に乗ってほしいの。後の操作はこっちでやるからね。まったくもう今回だけですよ。要するに心の心の中に、なんかややこしいな。心ちゃんの心の中にこのシリサちゃんだったっけが入ろうとしようわけね、これ。オッケーオッケー、そのままでいてね。それじゃあ早速試運転開始してみるね。成功したらなんだか変な世界にワープしてるはずよ。そこが心の中だから、瞬くかなこれわからんけど、その場で待っててね。で、これ自分の世界に自分で入ろうっていう感じなのか。これすぐに私も心の中に入ってみるから。他人の心の中にみんなで入れるんですか。まるでゲームみたいですね。本当やね。それじゃあ行くよ。お、魔術的な何かを感じた今。心の中氷河期やん。ここが私の心の中？寒い。心、お待たせ。おお、ここが
心の心の中すごい綺麗だね。でもすごい寒いです。なんだか人を寄せつけたくないみたいに。心がシャイってことじゃないの？心の中の風景はその人の感情とか性格とかでいろいろ変わるものじゃないかな。なるほど、そういうものですかね。セーブさせてもらえませんかね。とりあえずさ、探検してみようよ。心も自分の、自分で改めてみたらいろいろと発見あるかもしれないよ。さあ、心の旅へ出発。なわけでもう11分ぐらい壊れたこれメニュー開けんのじゃ。メニューないんやな、これ変わっとんな。これ決定とかダッシュがあるはずなんやけど、あれダッシュゲームパッドでやりようけど設定したはずなんやけどな。もういいや、もう面倒だからもうキーボードでやります、こっからとりあえず探索していけ。待てよ、ちょっと待って。だとしたらセーブどこで行う？え、ちょっと待って、セーブさせてもらえん？パターン、おや、誰かいる。いや、ここの中に住民とかおるんじゃ。しかも住民が多種多様やしここの中の自分とか言えんレベルで違う人が出てきとる。家の中は入れん。てかテントや心って見えないようでいて、実はすぐそこにあるものなんだよね。それに気づかない人間ってまだまだ鈍感なんだよね。なんか心の中の人が心の話をしている。なんかすごい奇妙な。なこれ、これがセーブ？あ、セーブだった。へえ。ここではゲームのセーブとパーティーの体力回復ができます。なるほど。ああ、開いた瞬間にセーブしてくれ。セーブじゃねえわ。回復してくれよんじゃ。まだ戦闘しないけん関係ないけど。最近、面白い方を見つけたんだけど、どこかでなくしちゃったみたいなの。心の書っていう6冊の本なんだけど、見つけたら教えてくれる？これは、あれか。これ全部集めたらエンディングが変わるとか、なんかサブイベントとかが発生するとか、そういう類のもんか。うん。じゃあ、とりあえずもうちょい話しかけていって、調べていって、ので終わろう。雪だるま、喋れん。向こう側に行くにはどうすればいいのか。とりあえずこっちか。お、こっち側。おや？お姉さんたち、見ない顔ですね。心の奥の方の住人ですか？奥の方とか、手前の方とかあるんや。なんかすっごい寂しいところにおるな、この人だけ。毎日、心の維持が大変です。この人の心、落ち着いているようでいて、すごく繊細なんですよね。そういうタイプってことか、心ちゃんは。心ちゃんの心はそういう心、さて、色が気になる。なんもないんか。え、じゃあどうすればいい？ああ、こっち行けるで。もうちょいだけ進んでみよう。もうちょいだけ。